おい殺人鬼、吊るしてみんや、それ吊るしてみ、私がその子を救ってやるわ。皆さんこんにちは、柚木史郎です。はい、今夜もデッドバイデイライトのお時間がやってまいりました。いや今回ね、こちら生存者でレベルというかサバイバルレベルの方が8の人がいるな。いやいや、これとんでもなくうまい方ですね。うん。でそしてこれね、治療できるお姉さん2人、そしてめぐちゃん、にかけふくお兄さんという感じのね、メンバーで今回もデッドバイデイライトやってまいりましょう。いやすごいな、サバイバルこれレベル8ってとんでもない方ですよ。うん。いやだいぶ勝ってますね。ありがとう、ありがとうございます。あの一緒に試合に来ていただき下手にね、出る作戦でございます。うん。さあ今回もね、うまいこと脱出できるかな。まあ、最近もね、なんとかかんとかこれ脱出できているんだけど、いやうまくいくかな。今回このトメントケークって読むのかな、カークなのかな。うん。とりあえずここでございます。早速発電機あるな、ちょっとこれいじっとこうか。今回の殺人鬼は特に音がしてないからトラッパーかな。ステルスはね、鐘の音が鳴るし、チェーンソーだったら多分もうウィンウィンやると思うんだよね。ってことはもうトラッパーかなーっていう感じでね。うん。いやーでも治療お姉さんが2人いるからどうかな、治療してくれる感じかな。うん。まあね、治療お姉さんっていうのはパークなのかな。あの方の特徴としては自分をね、あの救急キットがなかったとしても自己治療できるみたいなんだよ。ん？大丈夫か？安全か？安全確認しておこう。ちょっと半分ぐらいまで一応メーターを貯めといたから、なんか猫ちゃんマークが、にゃんこちゃんマークが気になる。あ、生存者走ってる？ん？この辺なんか慎重に動いてるな。どうしたどうした、大丈夫か、なんかあったか。これ慎重だね、だいぶ慎重派な生存者でございます。いやでももしかして近くにいたのかな。ん？にゃんこちゃんが気のせいかピカピカしてるような気がするな。大丈夫かな。あそこの小屋にも行きたいよね。この方宝箱を取りに行くのかな、どうでしょうかね。一緒に発電機を目指す感じかな。あそこの発電機はまだついてないか。そしてレベルの高いにかけふくお兄さんが多分今頑張ってね、にかけふくを壊してると思うんだよね。でお姉さんがだいぶ慎重にここまで来て、あごめん間違えてつけちゃった。あ寸前までこれつけてたの、え嘘、やばいやばいやばい、ちょっと走って逃げよう、走って逃げよう、走って、大丈夫か、見られてるな、おい見られてる、やばいやばいやばい、やべえなおい、来てるやん来てるやん、やばいやばい、向こう行ったか向こう行ったか、あぶれ、え、あそこ生存者いたん、ごめんごめん、連れてきちゃった。え今発電機さうなってなかったのに一気についたね、何だったんだろう、バグかな、やべえなおい、これこっち来るかな、一応この中入っとこう、宝箱も欲しいし、来るかな、ちょっと足跡残さないようにしとこう。でどうしようかな、奥に行っとく、奥行っとく、これ大丈夫かな、こっちまで吊るしに来ないか、上かな、大丈夫かな、来てないな、えこれ来てないな、どこだ、どこに吊るす、ん、あそこか、ちょっと距離があるなあれ、どうしよう、行く行くかな、なんか私の身代わりになっちゃったような気がするんだよね、どうしよう、大丈夫か、誰だ、女の人の声がしたね、キャーって、ってことは治療お姉さんが捕まっちゃいるわ、すごいいるんじゃねえかこれ、治療お姉さんが捕まったか、一応慎重に行こう、うん、今回助けられるかな、見てるな、どこにいる、見えないんだよこっからだと、近くか、ドキドキはしてる、見てる、うん、これずっと見張ってる系殺人鬼かなこれ、あそこなんかいるような気がするな、その生存者の目の前に立ってないかな、気のせいかな、見られてるよねこれね、立ってるわやっぱりあそこ、ええー、これずっと立ってるパターンのこれ殺人鬼なの、これ絶対助けに行けないじゃんこれ、ごめんごめん、なんかごめんな、これどうしよう、でももう助けに行けないよね、A ボタンラッシュ頑張ってるけど、あの殺人鬼がはけてくれたらもう、だってあの木の横のとこにいるんじゃない、あれ立ってるよね、いやあなんか切ってる、あ生存者助けに行ったんや、うわナイス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 、私が助けるわ、私が、どけどけどけ、殺人鬼どけどけ、あーごめんごめんごめん、助けられんかった、わー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 、マジか、なんだ今回の殺人鬼、ずっと見ちゃう系殺人鬼、おい殺人鬼吊るしてみんや、それ吊るしてみ、私がその子を救ってやるわ、どうだこれ大丈夫か、よしよし抵抗した抵抗した、
いいぞいいぞ、逃げるぞ逃げるぞ。やべ、引っかかった。やべ、捕まっちゃう捕まっちゃう。こっち見てるこっち見てる。私が追われてるこれ。どうしようどうしよう。めぐちゃんこれ頑張れ。めぐちゃん。マジルールマジルール。ここら辺をこううまいことこれクリクリって使って、クリクリってこれ使ってな、クリ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 ってこれ。フェイントフェイントフェイント。フェイントかけるやん、フェイントかけるやん。逃げろ逃げろ。チキエおい。気づいてねえかこれ。あ、うまいこと巻いたかな。見てるなでもこっち。来るな来るな来るな、これ向こう行け向こう行け。あ、チキ引っかかった。うっ、大丈夫だ。今は巻いたかもしれん。見られてない見られてない。やばいやばいやばい。一応走って走って逃げろ走って逃げろ。ここら辺でも宝箱あってる気がすんな。開けてる。あ、開けてるか。あ、治療お姉さん大丈夫か。なんとか逃げれたからよかったね。いや、あ、見られてる。やばいな。こっちの方面来るかな。アイシャドウ気づいたかな。でちょっと奥の方を直しましょうかね。こちららへん、うん、ちょっと奥まった隠れたところをこの直す戦法でいこう。よし。いや大丈夫だったかこの治療内さん。ん、こっち見てるな。あ、やべえよっつってるわ。こっち来いよっつってるわ。いや、やばいわな、確かにやばいわな。殺人鬼、いやいや、来るな来るな、こっち来るな。近い近い、すぐそこだ。一応様子見に来るんじゃないか、そこの発電機。行ったか行ったか。安全か。治療姉さん、うまいこと逃げてくれたらいいけど、なんか、にゃんこちゃんがピカッとついたの、どっかで見られたかな。殺人鬼がね、こっちの方面見てるだけでも、多分猫ちゃんがピカピカってついちゃうんだよね。今のところでも安全っぽいな。このまま頑張ってメーター貯めていこう。いや、もう早い段階で1人行っちゃったから、あとの3人が頑張るしかないけど、まあ、肉かけフックお兄さんが肉かけフックを壊すから、我々ね、めぐちゃんとあの治療お姉さんが、これ発電機直していくしかないのかな、これね。もうちょっとで直ると、あ、お姉さん戻ってきた。これどうする、寸止めにする、直しちゃう、寸止めだ。うん、寸止めしよう。で、これでこのお姉さんと行動を共にして、早いとこ発電機をつけよう。で、あのお姉さん走って言ってるけど、私はいざって時のためにこれ走っちゃいけないから、あの下手なとこで走っちゃうとね、これメーターが溜まってなくて殺人鬼からね、逃げ延びれなくなるので、ちょっとゆっくり行こう、ゆっくり。一応安全か。お姉さんもだいぶ慎重だね。まあさっき一人やられたし、このお姉さんもね担がれたからね、大丈夫だといいな。あそこにあるじゃん発電機。ここ、さっきここ殺人鬼と、やべ来てるわ、鬼ごっこしてたところやん。どこどこどこらへん。草むらに隠れて身を潜めてたね。行ったか、近いのか。行ったな、よしよし。うー、よかった、危ねえ。しっかり直そう、うん。で、治療お姉さんが木陰に隠れちゃったから、もう私はここね、ちゃちゃっとこれ直させていただきましょうか。まあ、あのお姉さんももしかしたら発電機、他の発電機探しに行ったのかな。2人で行動するよりも、あれ罠かかってるやん。え、あの人もしかして罠かかっちゃった。で、殺人鬼が向こうにいるから、私が今助けに行こう。大丈夫か、おい大丈夫か。殺人鬼来るから今助けてあげるわ。よし、逃げるぞ逃げるぞ。こっち来るわな殺人鬼。大丈夫かな、このお姉さんと一緒に行くか。足跡一つの方向でもこれ治療しようか。うん、私でもポイント入るから治療させていただきましょう。このお姉さん自体がね、もうパークでね、多分治せることはできるんだけど、あ、やばい、来てる来てる。ちょっと走って逃げよう走って逃げよう。あっち、さっき罠かかった方向行くんじゃないかな。だからこっちの方が安全だから、中央の発電機方面に行きましょうかね。うん、ここだったら安全に発電機直せるんじゃないか。いざって時はロッカーって手もあるからね。で、お姉さんもこっちに来てくれたと。で、一応発電機の方は1個寸止め状態まで来てるから、あ、来てる来てる来て、あ、やべ、ちょ、隠れとこ隠れとこ、来てる来てる、殺人鬼来てる。ああ、やばいやばいやばい、見られたもしかして。ん、行った、え、見られてないもしかしてこれ嘘だろ。え、今見られた気がしたんだけど、やべえな、なんか来そうだから、私こっからさっと走って逃げる、さっと走って、向こうはけたもんね殺人鬼。じゃあ今のうちに私ちょっと走って、で、足跡をどこかで消さないといけないな。ちょっとここら辺でこう足跡を消したいな。で、発電機もよかったらこれ直したいなっていうね。殺人鬼こっちまで来ないってことは、私の足跡は見つけきれてなかったってことかな。よしよし、
じゃあここ直してても安全だね。多分さっきの中央の建物の奥側をずっと巡回してるんじゃないかな、殺人鬼。ってことは今こちら側は安全なはずだから、ここももう寸止めか直すかして。あ、お兄さんや。あ、二かけ不幸お兄さんやこれ。これよかった、サバイバルランク高い。あ、ごめん、サバイバルランク高い人や。でもここ直しちゃう。ごめんね、ミスっちゃった。これ大丈夫かな、来るよね。でこれでちょっと吐けまして、で、先ほどのね発電機の方に来るはずだから、ここに発電機か、ここ一応隠れとく。大丈夫かな、こっち来てる。罠一応あるな、そこ誰かこれ解除したね。であっちの発電機もついたと、うん、いいね。で向こうに履けると思うから、こちらに発電機が1個あるね。よしよし、ここん、猫ちゃんがピカってなってるわ。大丈夫か、え、ロッカーか、一応ロッカー入っとくか。あそこになんか動いてる。あ、見てる見てる、探してるわ、あそこ探してるわ。でもこっちまで来ないかな、向こうの発電機も直ったところだから、多分その中間らへんを調べに行くんじゃないかな。ってことはこちら側は今安全、じゃあもう積極的に直そう。あと発電機はね2つ、うん、あと2つか、これ頑張ろう。で二かけ服お兄さんも、まあ二かけ服をだいたい壊し終わってきたのかな。できっと発電機もねちょろちょろこうつけに来る感じだと思うんで、うん、もしかしたら私じゃなくてもう一人の生存者とこう協力し合ってるのかもしれないね。よし、私もこれねポイントを貯めていきましょうか。ここの二かけ服も壊してそう。あ、お姉さんじゃん。あ、来てくれたんだ、こっちまで。多分殺人鬼向こういるもんね、今。うん、だからこっちが今安全という感じでね。もう直しちゃうこれ。行っちゃう最後まで。寸止めするどうかな、寸止め。寸止めだな。うん。いや、私はつけてるわ。つけるわ。うん。お姉さん行ってくれ。で、私ここからどうやって行こうかな。一応ロッカー入っとく？こっち来るよね。ちょっと時間かかると思うけど、殺人鬼がこちら側まで、来るんじゃないかな、どうかな。あ、来てる、ピカってなったわ。ってことはこっちの方向向いてるね。うん、来ております、来ております。さあどこから来る、向こうかな、そっちから来るかな。あ、来た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 ね。うん、で一応ね巡回して「いねえかいねえか」ってこう巡回してるね。で罠を回収して、どうするんや罠を、ん、どうするんや罠、え、どっかかけた、ん、あ、そこの道のところにかけたんだね。なるほど。私一応それ見てますから、後で解除させていただきましょうかね。安全に なったら。よし。あ、もう脱出できるじゃん。ナイス。あれ、ここやん。目の前やん、これ。これ。開けよ。うん。さあ、どうだ殺人鬼。向こうに多分履けたよね。で、ここに出口があるってこと知らないんじゃないかな、殺人鬼。よし、今安全だね。このままうまく脱出できそうだね。だけど、さっき罠かけてたよね、ここら辺。どこにかけてた？見えなかったな。ここ、ああ、ここら辺かな。この、その草むらっぽいよね。そこら辺っぽいな。怖くていけないな。他にポイント、こっちの道でもないか。いや、じゃあやっぱ草むらにかけてたのかな。草むらにかけられるのが一番怖い。さあ、どうだ？このまま。これね。そうそう、習得した技を使うか、これ習得技を、これ習得した技をね、ここで披露しましょう。またよかったか、でもわかんないな、こっち来るかな。習得した技これ使っておびき寄せた方がいいかな。これパンパンと、これバンバンと、これこっち来るかな。多分音はねしてるはずなんだよ。一人怪我して脱出か。じゃあ向こうの出口にいるんだね。じゃあこちら側はちょっと安全、ギリギリまで立とう、ギリギリ。あー、やっぱ脱出しちゃった。難しいな、ギリギリに立つのは。でもまあきっと向こうの出口に殺人鬼が、来て、このお姉さんが脱出したのか、怪我して、うん、だからもう一人のお兄さんも、まあ、ストレートに脱出するか、または非常脱出口をね根気よく見つけて脱出っていう感じかな。で今回は1万7000ポイントいただきました、ありがとうございます。私が今のところ1位か。でもきっとこのランキングじゃないわ、サバイバルランク8の人が、うん、やっぱり1位だね。うん、いやー今回意外とポイント高かったんだね。まあその殺人鬼の近くで追いかけっこしたっていうのもこうポイントに加算されたのかな。で殺人鬼の方がそんなにレベル高くないね。
レベル5くらいかな、レベル5から10ぐらいの間の殺人鬼だったのかな、まあ、我々を見つけきれなかったのと1人しか殺せなかったので、まあ、ポイントね低めとなっております。はい、今回のねこれお楽しみアップグレードタイムの時間がねやってまいりました。さあどうしようかな、最近ジェイクをね頑張って力を入れてねこれアップグレードしておりますので、アップグレードというか強化しておりますのでね、こちらちょっとね取ったポイントで早速ね使っていきましょう。さあどうかな、両方いけるかな、足りるかな、あいけそう、これでジェイクがレベル10、レベルジェイクありがとう、よしレベル10だ。でレベル10になるとなんか書いてあるね、2つあれかな、パークが装備できるってやつかな、あーレベル10だとあれか、カラスを泣かせにくくなるってやつかな、あ違う、レベル10だとまだなんだ、1個だけなんだね、あーそっか、これどうしたらいいんだ、にゃんこちゃんマークが一番いいのかな、あとはもうゲートが開いてからっていうのがね多いんだよね。今のところジェイクのパークね、いいパーク持ってないんだよね。まあ2かけ服を、解除できるのを持ってたらねそれが一番いいんだけど、これじゃないもんね。どうしようかな、これね、まあ、めぐちゃんでやっぱポイント貯めて少しずつジェイクにね割り振っていく作戦で今後もねやっていきたいと思います。はい、それではまた次回、ゆずきしろでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。